勝負を合わせました両者。サウスポースタイルミルコ、チリチリとプレッシャーをかけているのはチャンピオンヒョードルの方だ。入ってますよ。どういうファーストコンタクトなんだ。出るチャンピオン、足を使うチャレンジャー、右ストレート飛び込んでいった、ね、テイクダウンうまいからね。テイクダウンが欲しいのはエメリア・エコ・ヒョードルの方、ミルコ選手ね、パワーがあるから突き放せるんですよ、はい、これはヒョードルは考え方としてはですね、いきなりこのタックルが無理でしょうね、やはりあの膝を考えますとね。そうですね、高い位置でもタックルですね、脇を刺すようなタックル、ね、今のようにやはりパンチをこう振っておいて、それから入ってくるというのがパターンでしょうね。そうですね、さあそれに対してミルコがどう出るか、カウンターで来るか。パンチ切れてますね、ヒョードル。このヒョードルのパンチ、ボールの拳、うん、これちょっとヒョードルはですね、右の拳が痛くて使えないという話をしてましたが、ここまでも完全に使ってますね、この右を。もう関係ないでしょ。全然関係ないですね。関係ないですね。まあ、ミルコサイドもあの発言はおそらくブラフであろうというふうに読んではいましたが、完全にオーストックススタイル、チャンピオンヒョードルが右の拳を振りながら前に出ています。言われたそのリング上の空気、その中をじわっと両者の間合いが近くなっていく。これ間合いを近くしようとしているのがヒョードルの方ですね。そうですね。この辺のこの間合いの感覚というのは両者どうなんでしょうか。パンチで入ってね、やっぱ脇差したいですね、ヒョードル選手は。ミルコはちょっと欲しいんですね、距離が、はい、このパンチはグリを打っています。しかしミルコも落ち着いてますね、状態いいんでしょうね。右ストレート、これも間一髪空を切った。痺れるような緊張感、全てね一発で倒せ、鉛のような空気が切り裂かれていく。待ちに待ったタイトルマッチ、左ちょっとこれヒョードルのパンチ、ヒョードルの顔が少し腫れてますね。当たってますか。少しずつ当たってるんでしょうかね。これミルコ選手下も蹴りたいね、一発強烈、はい、なろう。左ストレート、ミルコの武器はこの左ストレート、そしてもちろん左ハイ、左ミドル。あの前の詰めがね、ステップが甘くなってくるとミルコ選手打ちやすくなる。そして早いね、このパンチのカウンターで返す、ものすごい攻防。見えなかった、左のミドル、そして左を返しましたね、ヒョードルがね。あのミドルもすごいミドルでしたよ。あえてパンチでいってます、これ意味がないですよ。ヒョードルはちょっと早めの決着が欲しいのかもしれませんね。左ハイ、これを離した、そしてチャンスを迎えるか。いや、これはミルコが入れてしまいました。ものすごい戦い、一発一発が、一発一発が痺れる、この埼玉スーパーアリーナ。人間じゃないです。大きくを見せます、ミルコ。どのパンチが当たってもその瞬間試合は終わる。ヒョードル選手はもう倒しに行ってますね。倒しに来てますね。完全に早期決着に出ているのはヒョードルの方です。自分の距離が欲しいミルコ、キックの距離が欲しいミルコは後ろに下がっていく。さあ後ろ集まった、ミドルだ。おお、あのミドルきついね。ミドル、やはりこの左のミドルが効いている。いますよ、じわじわミルコも。このミドル、ミドルキック、あー、これも大丈夫、こんなもんで倒れるわけにはいかない。待ち続けたミルコ、その思いが溢れています。押してますよ。ヒョードルが出る、慣れてる、ヒョードルが出る、ローキック、下に意識を持ってきて、どこで右の拳を振るうか。ヒョードル、カウンターを待っているミルコ、次があれば左のミドル、もう右の脇腹が赤くなってきています、ヒョードル。返しが早いですね、連打を打たせないですからね、はい、あの反応もいいですね、ローの。右ストレートはミルコの非常に動きがいいですね。動きいいですね、バックステップがね、はい、すぐです、はい、非常に相手の動きをよく見、そしてパンチをよく見て、セプチェが左、
決ですね。どちら。いや、ヒョードルの話じゃないですかね。チェックですね。一回チェック。さあ、血にまみれたヒョードル。話ですね。いや、これはね、さっきあのミルコの左のパンチで完全に鼻から止血しましたよね。はい、いや、英子ちゃん、ここまで見てどうですか。止まりなんないですけど。いや、こう聞きましたね、この左側ストレートが。聞きましたよ。一発左のダブル、そしてこの後またもう一発左来ますよね。あとまちょっと、この後左がもう一発入るんですね。この左のダブル、今よろめきましたから、ここでチャンスを掴んだ。そして、ね、これこの後です。左返る。しかしながら、そしてその後ヒョードルがまた自分の体勢にエコちゃん持ってくるところがすごいね。早いんですよ、 早いですよね。はい、さあドントムーブです。この状態から試合がリスタート。こっからですね、ミルコ選手がね、どう対応できるか。これはガードポジション、ミルコにとっても決して悪いポジションではないんですが、ただヒョードルはここからでも非常にバランスよくパンチを放ってきます。そうです。ここからミルコが下からガードポジションでコントロールできるかどうかですが、これ突き放して勝てればいいんですよね。あのノゲイラもここからコントロールできませんでした。できませんでした。逃げ出すことできません。最後に回る。おっと、ここまたガードポジションになったが、しかし危ない。今の右危なかったぞ。いやー、ミルコが寸前のところで避けましたが、三宅さん、はい、ヒョードルの傷ですが、場所は額というか前頭部の、ところあたりなんですけど、前頭部カットしてるんですね。傷は浅いということで大丈夫だと思います。はい、まあ、うまいですね、ミルコ。はい、また飛び込んでくるこのヒョードルのパウンド。ただその前にヒョードルは明らかに一瞬ダメージを受けました。パンチでぐらつきました。ぐらつきましたよね。あ、そしてまた出血が激しくなってきた。あ、これは鼻からの出血の方がひどいですね。ミルコの左のストレート、まあ、ジャブというよりもストレートに近いパンチでしたが、これを何発も受けましたエメリア・エンコ・ヒョードル、現チャンピオン。鼻から出血が止まりません。やはりミルコにとっては2年間待ったこの戦いは人生そのものなんだ、そう話していたこの大事な大事なタイトルマッチ。上空からはおそらくお父さんの眼差しも感じていることでしょう。審査されるといったこのタイトルマッチ、地元クロアチアでは母が、妻が、子がミルコの勝利を信じて祈っています。読めないですね、この試合。全く読めないですね。読めないですね。三宅さん、当たれば、はい、どうぞ。ヒョードルサイドの指示はですね、グラウンド勝負ですね。立ち上がりからのスタンドの時は、立つなとグラウンドに持ってけと指示がずっとセコンドから出てました。はい、グラウンド勝負戦です。なんとかこのグラウンドに持ってきたいというのがヒョードルの戦前からの考え方ですが、あっと上から、うまいですね。さあまた来るぞ、なんと逃げない、右フック。今の危ない、際どいところでかわしたミルコ。いや、今も当たったら一発ですよね。試合を決めるパンチですよ、完全に。ミルコがギリギリのところでこのパンチを見切ってます。相当これはヒョードル対策してきましたね、ミルコも。やってますね。さあ、しますよ。下からパンチだ、下からパンチ、あと右。これは距離がやや遠すぎたヒョードル。さあ来るぞ、上から来るぞ。これならばまだヒョードルに完全に有利な体勢ではありません。ここね、ミルコ選手はなんとか立ちたいんですよ。そうなんですね、立たせてくれませんね、ヒョードルが。さあ、そしてヒョードルが体のバランス、このボディバランスをうまく使いながら再びいい体勢を作ろうとしているが、下からのパンチが来るミルコ。今のね、ヒョードルがね、パスに来ようとした、はい、行かせない、はい、あの攻防は非常にね、スタミナロスですよ、ミルコ選手。そうなんですか、あー、なるほど。今試合が始まって8分が経過しようとしています。10分5分5分の3ラウンド、
最初の第1ラウンド残り2分、両者コンディションいいですね。完璧ですね。合わせてきましたね。お互いまだバテてませんよ、はい、上から右のパンチ、ひび割れたはずの氷の拳を振るうエメリア・エンコ・ヒョードル。やはりあの右の拳が痛いというのはブラフだったか。さあ立ち上がるヒョードル、いいですよ、これいきますよ、ここからいきますよ、クルト来るぞ、いや今も避けた、避けましたね、今避けなかったら完璧に当たってる場所ですよね、はい、いいのまだもらってないですよね、もらってないですね、決定的なもんもらってないんですよ。恐ろしいこのヒョードルのこの体勢からのパンチ、どんな体勢からでもこのパンチが降ってくる、氷の雨が降ってきます。再び来る、来ますよ、さあミルクも分かっている、行きますよ、両腕を抑えようとしているが右腕が離れたぞ、あーこれは大丈夫、今は右足がちょっと滑りました。残りがあと6分、やはり第1ラウンドではこの対戦は決着がつかないのか。ここはねミルコ選手は本当辛抱の時間ですよ、そうですね、決定的な一打はもらってないですからね、ミルコは逆にヒョードルに対してはミルコを当てています。既に大量に鼻からの出血をしているエメリア・インコ・ヒョードル、さあどうだ、逃げたいですね、最後に行くようとしているヒョードルだ、この足を使ってミルコがコントロールしています。ミルコうまいですね、この2年間このためのトレーニングでした、この日のためのこの時のためのトレーニング、歯を食いしばり悔しさに耐え、じっとこの時を待っていた武漢の超人ミルコ・クロコップが悲願の王座に向かっています。残りが間もなく10秒になろうとしている、ヒョードル選手も殴りきれないんですよ、そうですね、なんというレベルの高い最強決定戦なんでしょうか。チャンピオンエメリア・インゴ・ヒョードル、アレンジャーミルコ・クロコップ、一歩も光る素晴らしい戦いです。すごいと。